餃子大王 YouTuber への道、Welcome YouTube。 さあ今回はスピッツの2回目。2回目、よう話持ってますね。でもはい、まだたくさんありますからね。本気だったら何本ぐらいけど、はい、5本ぐらいで、スピッツのちょいちょい出てくるかもしれません。スピッツのね、チェリーがめちゃ売れたじゃないですか。あ、売れましたね。ね、愛してるのあのリズムを僕らも使って曲が作れないかなーって言ってやって、あの曲作ったんですけど、しばらくだからそのできた曲のことを僕らスピッツという名前で呼んでそう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 、こんなね、アルペジオの曲も作りましたね。作りました作りました、ずっとスピッツって言ってましたからね。スピッツって言ってました、はい、でもね、やっぱりこう僕らは僕らなりにそうですね、その関係を歌った方がいいかもしれませんね。そうですね、はい、はい、やってみましょうか。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。一緒に頑張ってるバンドと思って俺はスピッツを見てた。だけどロビンソンが大ヒット、手の届かない存在になった。だけど俺は夢見ているぜ、ロックロックこんにちはに出しておくれよ。バンドブフー、バンドブフー、終わってしまったけどスピッツは怪物バンド、バンドブー、終わって何年も経ったけど一緒にしたいよ、スピッツと。さあ哲也君、これを見てたら、ね、次回のロックロックこんにちはには、スピッツに餃子大王、本当にあの本に哲也君の連絡先書いててくれたらね、はい、電話してくれる、推薦してください、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、ね、今回スピッツ2回目ですけどね、はい、ロフトがね、はいはいはい、その頃新宿ロフト、あの時で、ね、お世話になりました。はい、新宿ロフトに出るのがスピッツ目標や言うてて、うん、ああ、それは言うてたのかな、ね、それがね、うん、僕らね、その時もワンマンでいっぱいしてたんですよ。で、実はね、ロフトがね、ビデオを出してるんですよね、これね。あ、ルーフトップと、はい、ルーフトップね、はい、でね、これね、出てるバンドね、すごいですよ。餃子だよ出てるんですけど、うんうん、他クスクス、あ、クスクスね、 UK プロジェクト一押しの、はい、でザ・ヒューズ、あ、ヒューズ、ヒューズ、ボーイズ・エンゲールのヒューズ、はい、これ伏せと違いますよ。あの東大阪の人伏せって読みますけど、ね、ヒューズ、そうなんや、ムスタングアカ、ビリーザ・キャップスね、でキング・オブ・バカロック、グレート・リッチズ、あ、グレリチもで、スピッツで、餃子だよ、スピッツ、スピッツも、 あ、そうやったから、それ持ってるから僕は、はい、ね、だけどね、皆さん、また事件です、事件です、クスクス、ヒューズ、スピッツが入ってますが、はい、ビデオの表紙は森和夫です。でもほんでこれね、見たんですけど、餃子大王の見たんですけど、見てられへんぐらい僕の歌下手でね、ああそうなんや、嘘つきな時のブンピッピーが来い、おしゃでーれーれーっていうやつが入ってるんですよ。いいじゃないですか。スピッツはおっぱいと僕はジェット、あ、梅干しやったから、梅干しと、あ、そうなんや、ちょっとそれ見てみよう、僕も梅干し食べたそのままでは、やっぱり今のような日本を代表するね、はい、なんか、まあ、なんね、はい、あのジェットもいい曲やけどね、この時まだあんまり上手じゃなかったですね。なるほど、ね、演奏はうまかったです、うん、でこっからそのやっぱり政宗の歌の世界の良さがね、どんどん広がっていって大ヒットバンドになった、ね、分かる分かる、だからなんかはい、今バックのね3人、まあ、はい、今ちょっともう哲也君だけになってるんですけどね、何でかよきっと哲也君しか覚えてへんやろと思ってねでもね、はい、僕思うんだけど、やっぱりその政宗君の歌を生かすようなね、プレーはバックやね、いや本当にそのバンドらしい、なんかストリートスライダースみたいなバンドになりたいって昔のインタビューで言ってたんですよ、ね、そうなんや、やっぱりそれはバンド感っていうのはすごいあって、あ、そうよ、ね、で政宗のもうワンマンバンドじゃないでしょ、だから、あ、そうそうそう、でバンド感のあるすごいバンドとして、やっぱりどこをどういうふうに売るかっていうのをしっかりやっぱり考えながらお互いに、はい、で、そうなんですよ、全体として一つの作品っていうのはやっぱりスピッツは強いですね、ね、はい、でね、あのミスチルと比べられることとかよくあるみたいなんですよね。あ、そうなの、売り上げ自体はミスチルの方が多いみたいなんですけど、だいたい一回ね、なんかね、テレビ番組に、これもまた哲也君が言ってたんですけど、なんかミスチルよりあのところ俺の方が人気あったのにとか言ってね、うんうん、あの偉そうに言って、俺そのテレビに俺の方が人気あったって突っ込んでたんですだから ここに餃子だよ、これ相互向き変えなか、だけど向きがもうどんどんこう、あの10もう40個ぐらいやって餃子代表かもしれないですね。あ、はい、でも餃子はまだこう残ってるから偉いね、僕らね、ちゃんとね、
じゃあほんでね、好きな曲ね、純ちゃんに聞きたいんですよね。一番好きな曲なんですか。何やろう、青い車とかかな。君の青い車で海に行こうってですね。なんか爽やかでいいね。はい、だけどあれ心中の歌ちゃうかって言われてるけど、青い車いいですよね。でやっぱり人気ね、今日ねある曲は何かというのを僕ネットから拾ってきたんですよね。なるほど。でネットによっても人気の曲が変わってるんですけど。ああ、なるほど。だいたいデータの取り方が。そうですね、うんうんうん、ベスト3は何かって大体もう決まりそうですよね。ああ、まあそれは例えばロビンソンとか。ロビンソン、そこらは入るよね。ロビンソン、チェリーは、チェリー、うん、で空も飛べるはず、これね、空も飛べるはず、うん、これ入りそうですよね、うん、入ってます、やっぱりその通りで3位、3位がね、1位がね、ロビンソン、やっぱりロビンソンな、やっぱりな、はい、で2位が空も飛べるはず、ででん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 、イントロ印象的よね、はい、本当にね、タララタラララララ、うん、幼い微熱が、幼い微熱ですよ、どんな微熱やねんってね。そういうことなんか心にずっと入るんですよね。そう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 。で、最近ちょっといなくなってしまったんですけど、キャナイっていうミュージシャンがね、うん、大阪のストリートで頑張ってたミュージシャンが、はい、バニラっていう曲で、もう空も飛べるはずとそっくりやろ言って話題になってたんですけど、ね、うんうんうん、なんか急にいなくなっちゃったんですけど、別にそれは盗作問題一号でいなくなっちゃったんですけど、それもすごく影響を受けてた。僕なんかね、自分たちがもう、はい、まあ、バンドでもちろんこうほら関わりあったけど、はい、うん、なんかね、その学校勤めしてて。小学校ね、まあ小学生の子供たちも好きなんだけど、うん、それがどのぐらい売れるかの一つの目安がね、うん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 、卒業とかの時になんかこう彫刻とかでやる時にオルゴールってない？ああ、それで空も飛べるはずが、そんなんね、やっぱ、うんうん、あんね、やっぱその中で選ぶ中にね、そうそうそう、スピッツ入ってた、そうそうそう、で学校で歌ったりもしますよね。そうそうそう、クラスで歌う歌になったりするんですよ、ね。そうそうそ う, そ う, そう。で、俺クラスで歌うのに、うわ、俺空も飛べるはずの伴奏して生徒を歌ってるわ、みたいなね。そうそ う, そう。そんなことは、ね。なんかちょっと複雑なね。はい。別に嫌いじゃないですよ。俺の歌を歌ってくれた。俺の歌でもいいのになと思いながら、この歌歌いたいです。いや、俺の歌ちゃうか、みたいな。そうそう。もうその数年後はゆずとかね。ああ、なるほど、なるほど。なってくる、ね。なるほど、そうですよね。でね、僕好きな歌、これね、うん、好きな歌30、ベスト30、これ、バーンと、またこれ、あとね、はい、ネットから拾ってきたやつなんですけど、うん、これね、一番好きな歌はね、僕の歌何位に入ってるか見たんですよね。うん、僕の一番好きな歌はね、実はね、あれなんですよね、夢追い虫なんですよね。へぇ、これ、なんていうかな、歌詞が割とまっすぐなんですよね。なるほど、なるほど。はい。で、はい。それが一番好きなんですけど、25位にしかなってない。うん、でもまあ、うん、たくさん曲持ってはるからね。はい、そうですね。で、あともう一個。アルバムでね、これそうや、前アルバムの話してたんですけど、うんうんうん、アルバム「はやぶさ」っていう問題作が出るんですよね、うんうんうん、これはね、なんかこうサウンドがなんか明確に違う感じで攻めてるんですよ。あ、そうなんだ。だけどスピッツっていうね、どういうこと、例えばちょっとロックっぽくのものになってるとか、はい、ちょっとオルタナっていうかね、こうグランジも混じったようなサウンドで言ってるんですけど、で、はやぶさっていうね、曲が僕好きなんですけど、うん、見てください、8823ではやぶさと呼びます、曲なんですよ。あ、なるほどね、はい、この曲が一番好きです。この曲はね、14位に入ってますね。あ、でもやっぱりちゃんとスピッツファンの中では、はい、認知されてる、ね、うん、でまあ1位から見ていきますね。もう一遍、1位ロビンソン、2位ソラム飛べらず、チェリー、はあ、4来ました、楓、5なぎさで、見てください、曲名短いですね。うん、で、春の歌、春の歌、猫になりたい、猫になりたい、運命の人、涙がきらり、愛の言葉、夜をかける、夜にかける、違いますね、ホタル、青い車、はやぶさ、こんな感じですね。はい、スターゲイザーとかなんか入らなかった。スターゲイザー22位ですね。スターゲイザーはね、レインボーのスターゲイザー違いますよ。あの時言うてました、ね、その方が今違いない。いやいや、ね、僕ら好きなレインボーの、そう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 、はい、愛の印が30位ですね。パフィーに提供した、うんうんうん、あ、はいはいはい、なるほどね、なるほど、たくさんね、はい、めちゃくちゃヒット曲もあるしね。そうやね、アルバムも出てすごい。だからね、まあ言うたらどの時代のか分かりにくくもあるんですよ、英曲多い。ああ、分かるわ、それも。どこでも割とその歌がええし、詩も深い英曲やから、うん、金太郎飴みたいになってんやけど、うん、どこで切ってもスピッツ印が出てくるね。必ずそうやね。はい。そやけど、なんていうかな、それでもなんか進化していってるし、個性もあるというね。うん、はい、そんな感じで、どん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 。聞いてて安心感あるよね。ありますよね。ほ、うんで、なんかね、飛ばす気しにくくなるんだよね。あ、好きなバンドばっかり聞いてても、ちょっと、そのシャッフルでね、最近サブスクで、うんうんうん、ビートルズ聴いてても、あ、もうちょっとあれかなとか、ストーンズ聴いてても次行こうかなと思う。スピッツ飽きないですね。なんか世界観どっちかって言ったら似た雰囲気やねんけど、はい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 、でも違いがちゃう、はいはい、そこにあんねんな。サウンドもすごいやっぱ工夫されてるかなってね、うんうんうん、思いますね。
それでね、あのシリーズ化してるのはね、ロックロックこんにちは。さっき歌ってたんですけど、これね、ルックルックこんにちはが元やったから、もうルックルックこんにちは終わって、これもう、もう何十年も続いてるんですよ。20年ぐらい続いてて、フジロックと同じぐらい続いてるイベントなんですよね。あ、そうなんや。で、しかもこれ大阪でやってるイベントなんですよ。なんで僕らはそこに行ってへんね。はい、だからこれに出る工作を僕ら次していかなと。だからこれはまず、はい。哲也さんプロデュース色合いをもっとこう強く出すような何か工作を、はい、FM8 割る2ですからねそこへ殴り込まなかった。なるほど。そういうわけでね、あの今回もスピッツを語りましたけど、はい、結果ね、あのやっぱりまた一緒にやりたいなというのが非常に強いですね。いや、そうですね、本当にね、はい、いや本当にすごいバンドになっていった。だけど、うん、本当にうわいいな好きやなと思って一緒にやってて思ったバンドがそうなるっていうのはすごい気持ちですね。そうですね。なんかあのまあ追い越されて悔しいとか、うん、そんなもまあ、うん、ないかえたらないこともないけど、はいはい、やっぱりそれよりもね、はい、あの自分たち好きだったバンドがね、そうですよね、出会ったところが、ね、はい、出会ったところがこうね大きくなっていくのはすごく嬉しかったので、またね本当にいつかどこかでやれたら。いいなと思っています。はい、はいはい、な2回にわたってスピッツをお送りしました。はい、満足した？また3回目あるんじゃないですか？あるかもしれませんけど、また。はい。そういうわけで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。